三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク、滋賀竜王、三井アウトレットパーク、滋賀竜王は、滋賀県加茂郡竜王町に所在する三井アウトレットパーク系列のアウトレットモールである。施設コンセプトは、豊かな自然環境を活かした環境共生型アウトレットモール。2009年1月19日に三井不動産が出店計画を発表し、2010年7月8日に、 開業した。KG エリア初のアウトレットで、三井アウトレットパークイルマ、三井アウトレットパークジャズドリーム長島に次ぎ、日本第3位の施設規模である。テナントは、日本初出店が25店舗、関西発が49店舗であり、コンビニエンスストアのファミリーマートはアウトレットへの、出店は三井アウトレットパークイルマに次いで2店舗目、約1700人の雇用を創出する。 付近に鉄道駅はないが、名神高速道路竜王インターチェンジから約500メートルの距離にある。想定証券人口は高速道路を含めた90分圏内の約1000万人以上とし、滋賀県内は元より、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、三重県、福井県、石川県、岐阜県、愛知県の一部をも証券として想定している。 年間来場者数は約400万人を見込んでいるが、新名神高速道路の部分開通や第二京阪道路の全線開通及び2013年夏の第二期オープンによりさらなる増加が期待されている。また、外国人観光客の利用も見込んでおり、館内放送や案内版における日、A、中、韓の4カ国語の使用や中国銀、 スラネカード決済を可能にするといった対応のほか、滋賀県の外国人観光客獲得戦略との連携が進んでいる。2013年7月11日に第2期が増設され、第1期のリニューアルと合わせ、店舗数237、延べ床面積92000平方メートルと日本最大級のアウトレットモールとなった。第2期の建物デザインは、 フラワーズと呼ばれる建物3階部分に開放感ある空間が創出され、1から2階は全天候型の駐車場が増設された。滋賀県南部では2008年の秋から冬にかけて、ピエリ森山、イオンモール草津、フォレオオーツヒト里山が相次いで開業し、既存店も建て替えや増床を進めるなど、大型商業施設の競争が激化している。 開業による周辺への影響として、名神高速道路や国道477号などの大幅な交通渋滞が懸念されている。地元市長、三井不動産の担当者らは、交通対策会議を設け、国道477号の拡幅工事や、アウトレットの出入り口付近での信号機のない、左折レーンの新設、5000台収容の駐車場の確保など、 万全の体制を整えた。三井不動産、竜王町、滋賀県警察の3社の検討により、大見八幡駅、安駅からの路線バスの運行が開始された。また、福井県内、古西線片駅、京都駅からの直通バスも運行されている。プレオープンでは、午前10時から午後2時30分までの間、名神高速道路、 上り線流 OIC 草津 JCT 間で最大1 5トル国道1号でも湖南市石部口立東市小垣付近の間で最大6キロメートルの渋滞が発生し谷畑英語湖南市長は以前から指摘してきた混乱が生じたことは極めて遺憾市民生活を守る抜本的な対策を大至急講じてほしいとコメントしたグランドオープン当日は 1400台分の臨時駐車場の確保や交通誘導員増員などの対応が取られ大きな混乱は起きなかった。竜王 IC の東にはダイハツ工業滋賀工場があり竜王町の税収を大きく支え滋賀県経済全体の基幹的存在である。地元経済界の一部ではダイハツ工業の輸送作業への交通渋滞の 悪影響が懸念されており、志賀工場の利便性が低下すると、工場閉鎖や規模縮小もありうるとの声もある。ダイハツ工業広報室は、アウトレットモール開業に伴い、周辺道路が渋滞することは想定されるものの、物流面での影響は、今のところ想定していない、行政にお任せしているとコメントしているが、関係者によると、町に渋滞を懸念する意は伝えているという。 ありがとうございます。